岐阜市の魅力を発信するプロモーション大使に。地元出身のフリーアナウンサー、角玲奈さんが就任です。今日岐阜市内の老舗旅館で行われた移植式では。柴橋正直市長から。移植場やハッピーなどが角さんに手渡されました。はい、今回こういうありがたいあの立場に置かせていただくことで。よりあの岐阜の魅力とか。あの岐阜の知識とか。 増やしてで東京に持って帰って発信していきたいなと澄さんは高校生の時まで住んでいた岐阜市の魅力について自然が豊かで人が温かいところと語りテレビ番組や SNS での発信に意欲を示していました今日早速柴橋市長と対談する広報番組の収録に臨んだ澄さん今後は岐阜市の公式 YouTube チャンネルへの出演も予定しています